2010年スケートカナダは2010年にカナダで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。世界選手権シリーズである 2010-2011ISU グランプリシリーズを構成した一大会。2010年スケートカナダは2010の2011年シーズンのスケートカナダで国際スケート連盟が主催する2010-2011年シーズン ISU グランプリシリーズの 第2戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2010年10月28日から10月31日にかけてカナダ・オンタリオ州キングストンの K ロックセンターで行われた。2010、2011ISU グランプリシリーズ全、6大会、男女シングル各12名、ペア各8組。 アイスダンス各10組の出場選手は、1選手につき最大2大会まで、2010年世界、フィギュアスケート選手権の成績、2009から2010年、シーズンベストスコアランキング、2009から2010年シーズン終了時の、ISU フィギュアスケート世界ランキング、および過去の世界フィギュアスケート選手権の成績に、基づいて、選手個人に対し招待がなされた。 今大会開催国の統括団体であるカナダスケート協会に対しては今大会の各種目定員のうち最大二人の出場枠が用意された。出場自体、追加招待、開催国推薦選手は次の通り。競技会場の計、ロックセンターのリンクは縦61メートル横26メートルであり、標準的なフィギュアスケートリンクサイズの縦60メートル横30メートルとは、 異なる。各競技の上位成績者には、2010、2011、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。ありがとうございます。